何も聞かないのか。講演会場との会食以上です。あの奥さんはごめん何でもない気をつけろよババ。もううちらのことなんてどうでもいいんだろ。勉強会に遅れた。ああキャンセルだ。お前しかしちょっと待ってろ。ゆっきーな。